42番。え、36番。嘘でしょ。めちゃくちゃいいじゃないですか。もう引いてピッて見た時乳首がパーンパーンって両方いったからね。お貫きましたね。突き破らない勢いで。1位25 48位。この順番何、早めお、どうしよう。いよいよ今はの際です。でも声とは裏腹に乳首はビンビンだよ。声のトーンで、そうだね、うん、不思議ですね、うん、ただもうここでが残り8万円いましたね。20万からスタートしてで、もう相当インチなんですけど、その中でお前なんだよその髪型、それ帽子取れ。ハゲてねえじゃん。いや、ちょっとカッパさんいいっすか。はい、ちょっとモテ意識してんすよ。おい、え、あの髪伸ばして少し、まあ約1ヶ月ぐらいですよ、生活していたんですけど、ちょっとモテるんすよね。髪あった方が。おのおの好きな機種行くわ、わけにはいかないよね。それはいかないと思うんですね。僕割とこのお店、まあ、結構来てるじゃないですか収録で、うん、で、まあ、データだったりいろいろ見てちょっと少しだけ気づいたことがあるんですよ。いや、もう気づいたことをそれぞれ言っていけばいいじゃん、うん、はい、はい、な、何やっぱ前代系っていうのが。少数の嘘だ。あれ、ねえ、これ3等しかしてないじゃん。ねえ、何、ね、お前3等自分の意見ない。取られた感しかない。ピーンときたんすけど、前回でピーンときたんすけど、やっぱ少数大数攻めるのがベタなんじゃないかな。じゃあお前が気づいたことを言えっつってんのに。で、僕はあのゴッタ危険ってことは、あ、ゴッタ危険、身を敷いて、まあまあ、なるほど、ゴッタ危険。そうですね、稼働が高い。割りかし稼働が高い、はい、まあ、少数大機種に、まあ、もしかしたら全体っぽいのがある。一回花火があってあったじゃん。ありましたね、ありました、ありました。その後もまあどっかそういうのがあったな。あったっぽいんですよ。で、あの前回の時はあのジャグラーの、うん、スーパーミラクルジャグラーが多分全体だったろう、だろうっていう。帰る時130分の1ぐらい、かなり良かったんですよね前回は。クレアの時も良かったんですもんね結局。あ、そうですね、はい、だから3台以上ですかね、2台というよりは3台以上。1回じゃあその3台4台とか、うんうん、全員に行ってみる。あれです、ね、それもし、ね、もし当たったらだよ、もうわっしょいどころの話じゃないよ。そうですよね、金曜日が嫌いとか言ってるわけじゃん。そうですね、だから金曜日新幹線が混むから嫌いなんだって。あ、なんで今日金曜日なんだよ、この間も1時間待ったんだよってすっげえ文句言ってた。そんな言い方してないです。勝ったらこれで、はい、これで変わる。いや、これで、いやいや、これで、はいはい、これでもうグリーンでも何でもなって変わればいいじゃん。おお、カッパだけにね、色ってこと。色味。今のはビッタ、今のはビッタ。じゃあ4、5、6台のとこだと、で多分逆に全員でその1箇所に行かない方がいいかもしれないです。ああ、じゃあ二手に分かれる。 2-2 でまた やるのもいいのかなと。ああ、なるほど。好きな何がいいの。正宗。うわぁ、6でもちょっと荒い系、荒い系いきますね。なんかバーンと行きそうな、バーンと行きそうな、バーンと行きそうな。じゃあ俺ら正宗かな。正宗、分かった、はい、で僕たちがバーサスあたりですかね、はい。今日はちょっとね、エンジンでも組んで気合い入れて、うん、僕はウィンって言ったらウィンって続いてください。ウィン、はいはい、で最後チーム最有機って言ったらゴーって言ってください。はい、ウィンとゴーね、はい、はい、分かりました。じゃあお前ら今日は絶対に負けられない、負けられない戦いだ。ウィン。いや、違います、はい、どこか、なんだっけ。あの最後にウィンって言うんで、え、途中は、途中はゴーじゃないの。あと僕があのちょっと言いたいこと喋ります、はい、で、え、最後ゴーでしょ。ウィンって僕が言います、はい、ウィン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 みたいな。ウィンって言うまでは黙ってない、休み、はい、ダメ、はい、絶対ダメ。いいかお前ら、今日は絶対に負けられない戦いだ。だから
必ず勝つ、その信念のもとにやるぞ。ウィン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 、チーム最有機ゴー。多分こっちの方だった記憶が。あ、あっち、あっちですか。あ、こっちこっちこっち、ありましたありました。うわー、もう、まあ、全部なんか機能出てないんで、とりあえず角取ります。行きましょう。でもさ、全部だとしたらさ、別に場所関係ないもんね。うん、この辺にしとこうか。せこいや、2万ずつくれよ。いや、まあ、悟空はもう隣なんで。せこいったよ。隣なんで、あの、渡します、またダメダメダメ。これでだからもう全部です、はい、これ皆さん、これで全部、はい、これで全部、はい、昨日一昨日あたりは全部良くないよ。そうですね、だから早く見切りましょう。 OK、 はい、強チェリーから発展おい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 、いや、そんなに偉くないっす。ああ、そう、はい、イエス。おで、ベル引いたんで書き換えもしてくれてます。当たってない場合はこれは6じゃないんじゃね。ちょっとまだ早いと思うんですよ、ね、お前今までの人生まだ早いまだ早いでお前こうなってんだろ。もうやめてるんですか。6だと大体強制で当たるぜ。まあ、どの機種も言わんとしてることは分かりますけど、さすがに、でもさすがに早くないですか。本当もうちょっと、あのね、はい、そんな余裕ないからね。1人2万なの8万円ってそんな悠長な、もうちょっと様子を見るよ、もうちょっと様子を見ないよ、そんなの、そんな時間。え、ちょっと周り見に行きます。強制引いて外したら大丈夫かって言われまして、まだ先は長いから。そうですよね、うん、なんかすごい不安になって立ってみたい、周り見たものの何にも分からなかったんですよ。俺でも一個分かったことあったんですよ、はい、今は最初店内見て回って、はい、で、あと今トイレから帰っていったんですけど、はい、その時店内見て回って思ったのが、はい、窓通が朝一降格めっちゃ行ってんすよ。 あ、はいはいはい、あら、全部で埋まった。開いてます。いや、まだ稼働自体は全部ついた、そのカニ歩きとかでついてるんですけど、でもリセット挙動だけで熱いから。そう、リセットかかってるからちょっと映ってもいいかもね。あとね、なんか正宗で打ち始めて3ゲームぐらいでパシューンって、秀吉のポイント、はい、あれ溜まったんですけど、あれなんすか。それほぼ据え置きですよ、多分。レア役官とかで。あ、そういうことですよね、行っちゃったりする。前日のやつですもんね。魔導通行くはワンチャンあるっす。あー、ありかもね。ちょっとやめましょうか。割と降格以降結構してるんで、はい、あれもしかしたらちょっと魔導通見ます。じゃあ、うん、相手だ取ってもう移動します。普通リセットしてたらあんまりない挙動っぽいんで。じゃあやめた方がいい。ただこっちはまだなんても。だからお前バカが、てめえは全体系を狙ってんのに。マスは本当はやっぱ何も死んねえんすよ。死んねえんだ、知らねえんだお前は。すいません。前代変更されてる可能性も若干あるんですよね。行っていいですか。もう窓紛は分かります。俺一番怖いっす。狙う根拠的にはそんな強くないんですよ。まあ、広角いってるから
設定変更されてるでしょうぐらいの感覚なんですよね。じゃあ俺も打とう。俺も打ちます。とりあえずバーサス粘ってればいいで、開いたらあーなるほどです。なんか俺だけノーマルタイプ打ちたくないんで、じゃあ打っていきます。まとまぎ2、まあ、ショットは知ってます。感覚的に言うと、ただ本当格闘技の番組見て強くなった気してるレベルの詳しさですね。なんで情報はなんとなく知ってるんですけど、ほとんど打ったことないんで、ちょっともう中押しとかもうやめて順押しで無難に行きます。これ設定差ってどこにあるの？ジャクチェリーが一応カウント、ジャクチェなんですけど、まあ、それは、まあ、結構立たないと分かんないですけど、あのジャクチェからチャンスゾーンとか行ったら熱いです。いや、弱点数えようよ。弱点数えようよ。あ、数えますか？あ、そうか。じゃあ言うから数えて。あ、わかりました。弱点。いや、練習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 。はい、お前も弱点数えろ、弱点。はい。弱点数えろ。わかりました。何回？ゼロです、まだ。じゃあ弱点引いたら、弱点引いたらすぐ俺カウントするんで。わかりました。ここで出会えれば魔女の結界。この辺りが臭いな。おスイカから、京子は設定差ないやつでしたっけ？いや違う、スイカから行くの設定差あんだよな、これな。スイカからあるんですけど、上2つが微妙とか。そうですよね、確かなかったですよね。確かこれは設定差ないやつ。青の子と黄色の子は、ね、あった気がする。あった気がする、うん。まあ、とりあえずこれで当てます。うん、いけそう。おい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 、え？黄色で貼って。チャンスでバトルで何も引いてねえ。何も引いたんですか？あれ、ごめんなさ い、 いや全然違った。え、あ、三択トーナメントじゃないですか？バトル、あ、なんか当たってそうですね。お、何も引いてない。何も引いてない。これで紫だったら設定差あります。そうそうそう。お、お、おお、いいやつ。設定差あります。いいボーナス。六、六、六、まあ可能性高まります。六じゃないこれ。六、六。よし。じゃあ投資5000円。よし、来た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 。来たんじゃねえこれ。はい。よし。ボタンを押してセリフに。一応偶数示唆ですね。これが出ました。お茶、お茶、お茶、お茶。ちょっとお金借りて。あ、
あ、負け、まあじゃあもう崩す、崩そうかな。小銭も、小銭ない。小銭も100円。オッケーオッケー、でかいっす。あ、はい、大丈夫です。お、できた、はい。あ、もうチャンス目か。チャンス目。チャンス目。チャンス目。おお、チャンス目から当たった。これは、移植とかだと多分、移植とかだとまあいいのかなって。よし、さあいい感じだぞ。契約してくれる気になったらいつでも声をかけて。これノーマルパターンっす、普通の。勝った。さあチャンス役、魔女の気配に感じる。お、いいっすね、弱者。うわぁ、いいよ。魔女の気配に感じる。さあ、来い。よし、あ、チャンスを。本当に知らせなきゃ。設定差は、設定差は多分大丈夫だよ。よし、入れよう。これなんかベル引いたらいいやつですね。ビプレイ。いや、キャラによってあるんですよ。アミさんはもう。すごい、ラスト。ビプレイで変わらず。ここでベルだけど関係ないのかな。残念。ああ、厳しいね。おおおおお、何をしてる。うわ、びっくりした。おい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 、ふっとしない次回予告だな。次回最勇気第20話まで待ってください。20話はマジでヤバいんで。